うおー、かかった。やっぱでかいの釣れました。でかいでかいでかい、やったよ。ギガ来ましたね。エコギアプロスタッフの秋山です。エコギアプロスタッフの三谷です。今日はこの北谷海峡で昼間のバチコンでギガアジを狙ってみたいと思います。大きなアジを釣って夕方には港へ着いてその美味しいアジを食べてみたいなと思ってます。まあ、基本ダウンショットの仕掛けを使ってます。で、2本針になってて、なぜ2本針がいいかというと、まあ、今みたいな状況で潮が動いてきてない、そういう時にサーチするのにサーチ用に熟成の小虫をつけて、活性が高くなってきたら上を送ってくることが多いので、まあ、上をメインフックという形にしておきます。で、まあ、ここ最近調子のいいファットの292ピンクグローの方を使ってサーチをかけるために小虫のパールホワイトを入れています。これにすることによって、まあ、普通の塩ビスタイルのワーム、熟成のワームとか K 村グローとか、いち早くサーチ、その日の当たるワームの色にたどり着きやすくなります。この北谷海峡エリアではシンカーの方は30号から40号を使います。で、2枚状とか潮流が早いのでやっぱり40号がメインになってきます。まあ、使用タックルとしては、まあ、専用ロット、バチコンロットとかでも結構ですし、なければイカメタルもしくはティップランのちょっと固めの竿を使っていただくような感じがいいと思います。 PE の方も 0.6 から 0.8 ぐらいまでで全然大丈夫です。イカメタルのリールでもそのまま使っていただけます。そのスイッチを入れるのにこの小虫が、あ、当たった、あ、乗らんかった、トンと置いた瞬間にククッと当たったんですけどね。あ、やっぱりピンクずらされてますね。だからこれがコムシのサーチの威力なんですけど、この熟成のコムシ、こういう反応があって食わないで、潮がまだ流れてきてない時にはこのピロピロが効くのか、この3本の径が効くのか、なぜかコムシによく当たってきます。で、今もピンク色に変えて即いい当たり出たんですけど、まだちょっと活性が低くて針にかかりませんでした。まあ、次はコムシで釣れると思います。お、来た、こっちも来ました。さあ、どっち食ってるかな。やった。お、ナイスサイズ。よし。お、見えてきた見えてきた見えてきた。あ、わあわあ、お、熟成食ってますね。やっぱ熟成に来ましたね。上塩味つけてたんですけど、熟成アクアコムシ2インチに変えて一発目。僕もショートバイトが連発してて、次どっち食うかなと思ってちょっと色変えてみました。ウエスプロブルーっていう、このコムシをずらされてる中で次に来たのが熟成同士、これがまあ、あの流れを掴んでいく展開のスタートだと思います。で、こっから食い始めると逆に塩ビの方がよく食ってきたり、これでしたらまあアジマスと 1.8 インチのファットですけども、そういうものに食い方が変化してくると思います。この後は次ポンポン連れてくると思いますんで頑張ります。さあ、サイズアップ狙っていこう。はい、いきますよ。お、かけた。お、サイズアップちゃう。さっきよりはいいかも。ねえ、良さそうですね。うん、お、いいサイズですね。おっしゃー。やりました。上のやつに食ったんですけど、アジマスと2インチ。で、カラーがアミエビ。今度は熟成ではなくて、塩ビの方。
にかかってるので、もしかしたらパターンちょっと変わるかもしれないですね。先ほど小虫で、まあ、当たりが出始めて小虫のダブルヒットということがあって、で今この次の流しですけど、まあ、だんだんと活性が上がってきて、今度はアジマストファットの 1.8 インチをもうがっつり食い込んでます。で三谷プロの方もやっぱりアジマストの方を食ってきたということで、今までの展開とは変わってきて、これからがアジマスト系統の塩ビのワームに食ってくる時間帯になっていくと思います。でここからもう後半戦はサイズアップ狙っていきますんで、逆に小虫を外してアジマストの方で攻めていきたいと思います。でバチコーンイコール大きいワームで大きいアジを釣る、そんな感じのイメージが強いんですけども、このファットに関してはアミエビパターンの時にでも反応しますし、大きいのイワシを食ってる時に3インチ 3.5 インチのワームが反応してる時にでも反応するというオールマイティーなタイプのワームになります。ここのとこ、このファットで僕はずっといいアジを釣らしてもらってます。今回はそこトントンでしたね。そこトントンで来ました。いや、お、マシですね。ちょっとマシじゃないですか。あ、いいサイズ、いいサイズ。あ、ナイスナイス。おっしゃ、そこをずっとトン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 叩いてるとゴーンって持ってきました。でナイスサイズのアジ釣れました。でヒットルアーは 1.8 ファットの、ゴースト生シラス。さっきからこれ結構釣れてるんで、多分まだまだ釣れると思います。まあ、各地いろんな釣り方があるんですけども、まあ、ここでは基本立ててやることもありますけど、ドテラ流しでやってます。今こういう形でドテラになっていってるんですけども、1回目2回目3回目と飛んでいくんですけど、そこへ着いたらクラッチを切って竿を上げてもらって、糸をたるまして、このフォール、このフォールの時に当たりが出たりするんで、こうやってフォールを刺していって春まで待つ。でまたそれで当たらなかったらクラッチを切って竿を立てる。でシェイク入れてもあんまり動かないので、まあ、シェイクするなら軽く合わせるくらいでピョンピョンと弾くような感じで、トンとつけて緩める。で持ち上げて誘ってみて止める。であかんかったらまたストーンと落としてたるんで張る。その繰り返しが基本ベースになります。で活性が良くなってきたら0点からデジ巻きでこういう感じで誘ってみたりとかで、普通にゆっくりこう巻いていって誘うとか、あとはストップアンドゴーで 1,2,3 止めて 1,2,3 止めてと、こういう巻きの釣り、レンジが上がってきた時なんかは巻きの釣りも入れてもらったらいいと思います。じゃあギガアジを狙うのにちょっととっておきの秘密兵器を使いたいと思います。これメバル職人って書いてあるんですけども、このメバル職人のテールにこのような丸い玉がついてます。ちょうど今のような潮の速い時にこの揺れがギガを誘うみたいで、ここのとこちょっと調子のいいワームです。これでギガアジ結構釣れてますんで、面白いアイテムやと思います。使ってみてください。最近の調子のいいピンクと、こちらはミッドナイトグローって言って、タチオのワインドとかでもかなりグローのきついタイプになります。これが最近この海でもよく効いていて、漂白光のグローが超過につながっているように思います。ちょっとこれで次はギガアジ狙ってみます。熟成のカツメバルシラスに変えます。はい、オキアミカラーですね。秋山さんの方が普通の塩ビのやつ使ってるんで、今回は熟成と比べてみてどう反応が変わるかちょっとやってみようと思います。来ましたね、2インチパワーシラス。割といい引きしてますね。これ2インチのピンク食ってますね。 あ、いいサイズ。これこれこれが良かったんかな。やっぱり潮が流れ出すとこのテールが効いてくるみたいですね。ギガまではちょっと足らんかったけど、いいサイズが釣れました。お、でかいでかい。お、ナイスサイズ。あ、すいません、ありがとうございます。秘密兵器
カツメバルに来ました。熟成アコガのカツメバルの方ですね。で先ほど秋山さんの方が塩ビの方で当たってたので、どんな感じなのかなと思って、やっぱりお尻の尻尾の玉が効いてるような感じがします。じゃあちょっとラスト、どこポイントを移動してきました。まあここ最近ここでユーマズメアジもサバも釣れるんですけども、どうしてもサバが上に湧いちゃって、でさっきかかってしまうということがあるんで、あえて今タングステンの50号をつけてズドーンと落としてみてアジを狙ってみたいと思います。まだ明るいんですけど、今日は晩飯早く食いたいんでこれで終わりにします。サバの群れを避けてボトムに入った瞬間アタックしてきましたね。5m4、 うわー体でしょ、でかいでかいでかい、やったよ。これはあるんちゃいますか。狙いのパワーシラスの2インチピンクグローです。いったいった42円来ました。ちょっとでかいっす。ちょっとゆっくりやります。そこついた瞬間ドーンって持ってきました。ちょっと待って、なんか2匹見える。いったかな。そこついた瞬間もう持ってってました。一瞬バレたと思ったんですけど、2匹一緒に泳いで回ってました。ねえ、ワンワンゴースト生シラスパッと 1.8 に食ってます。とりあえず最後に釣れてよかったです。57 20、うおー、かかった。アジやね。アジだ。1個外れてるよ。外れた。47m。 はい、あのボトムについた瞬間もうゴーって持ってきました。今途中までに2匹ついてたんですけど1匹離れちゃいました。でも2匹目、でかいの釣れました。ヒトルワーはですね、熟成アクアのカツメバルシラスのマズメチャート夜行なんですけど、結構これアジに効くんで結構調子いいです。やりました。それではですね、今回熟成アクアに入れるエコギアアクアリキッドケイムラ UV っていうのを説明したいと思います。でまずエコギア熟成アクアをこの専用のケースに入れていただいて、この汁と一緒にこのエコギアアクアリキッドケイムラ UV を入れていきます。このまま入れていただいて結構です。でこの状態で少し混ぜてあげます。そうするとすぐさまあの UV の顔料が入りまして、で使ってる時にもなかなかこの UV が抜けない構造になってますので、グローに使っていただいてもグローとケイムラの状態が保たれます。液体の方なんですけど、どうしてもこの専用タッパーに入れて蓋してても漏れたりするので、この携帯パウダーっていうのを入れてあげると固体に近づくっていうパウダーになります。でこれぐらいの量だとだいたいこのキャップに5杯ぐらい入れていただいて、ですぐさま固まっていきますので様子を見ながら足してあげてください。もう触るの嫌であれば蓋していただいて振っていただけると固体にゼリー状に固まっていきますので、こんな風にねだんだんゼリー状に固まって、あの汁が結構固体に近くなっていきます。でこの状態でこのパックをしていただくともう液漏れがしないということになってます。この携帯パウダーなんですけど、もう固めるのはもちろんなんですけど、この中にもともと収容効果はあるんですが、より多くの収容効果が得られるようなパウダーになってます。今日大活躍した後半にねギガアジ2本取った熟成アクアのワーム、カツメバルシラスをこの保存の状態で使ってます。まあ、収容効果も抜群に出ますし UV の効果も出てるので、そういう結果につながったのじゃないかなと思って、結構大爆釣でいい感じで釣れたワームなんで、皆さんぜひ使ってみてください。
あ、今日はお疲れ様でした。昼間にアジを釣って晩ご飯、今ちょうど8時ぐらいですけども、ビガアジの刺身出てきました。もうこれを食べるのが楽しみで、すごいですよねこれ。めっちゃうまそうです。まあ、ちょっと油出るかどうか見てもらおうかな。こんな感じでじゅわっと、ほんまにお昼に釣ってもうこんな8時ぐらいにこれ食べるなんてね、やっぱり帰って道具片付けてもう晩ご飯にはこんな美味しいアジを食べれるなんて、うん、めっちゃうまいですね。めっちゃうまいです。もうホクホクで、ね、最後の秘密兵器がやっぱり効きました ね。熟成アクアのカツメバルシラス。そうです、僕の方もパワーシラスの2インチ、やっぱり大きいアジに効くのかなって思いますね。そうですね。ぜひこの美味しいアジ、今が旬なので釣りに来てください。うん、うまい。これですよ。これやね。これですよ。